どうも、山ちゃんです。地球防衛軍6ミッション120のインフェルノエアレイダーでできる周回向け武器稼ぎステージ紹介していきます。低いアーマーでも攻略ができ、10分から15分以内でクリアも可能なのでおすすめです。アイテム回収も周りに散らばるだけなので楽です。武器レベルは91まで確認済み。この死の兵装、ここでね稼ぎができるんですよね。武器はね、デスパレード M3 腐食ガスを2つ持ってきましょう。なぜこの腐食ガスがいるかというと、最初ねアリが出てくるんですけど、そのアリを倒したらあとイカしか出てこないんですよね。チビイカ、そしてそのチビイカがねこの腐食ガスに触れると動きが止まるんで、でそれをねこのバックパックの警護カプセル、これを起動した状態でビークルに乗り込むとオートでこれ倒してくれるんですよ。でチビイカは体力がね少ないので、この腐食ガスでも勝手にやられてくし、でとどめ用で警護カプセルで撃つこともできると。でこのガスの攻撃ね、そのビビたるもんなんで、このビークルに乗ってたらねそんなに痛くないんですよね。なのでほとんどねPS がいらないステージとなります。で最終ウェーブでこの絶え間なくねイカが出てくるんで、このデスバードガス、これを2つ持ってかないと攻略が厳しいですね。最初のねアリを倒す用でこの A7 マルチコプターを持ってってますね。今回ね初期アーマーでねじゃあ攻略してきます。さあ行けるか。ミッション120死の兵装インフェルノ行くぜ。さあまずはグレープ RZ、 これを呼ぼう。そうはさせるか。で奥にねアリが見えるんで、あいつをねやっちゃおう。地球侵攻軍の、いいよいいよ。さあデコイの味方行け。味方をねおとりにねこう倒しちゃおう。アリを、体力がね200しかないからね、一発アリの攻撃ペチでも食らったらもうすぐねやられちゃうんだよ。味方が食われてる時がチャンス。右上のねマップをちゃんと見ながらね立ち回っていこう。ここのいいところがね、このアリを倒したらイカしか出ないとこなんですよね。ほんとイカ好きの方もね必見ですね。このステージは普通にねやるときは全然アーマーね多い状態で皆さんやると思うんで。敵戦が移動してきます。あと数体、なんかビル右側になんかいるな。2体なんかビルに隠れてんな。おぶね、ギリギリ神回避。不審な行動をとってるんでね、そのアリにも注意ですね。よし、これで全員かな。じゃあ少しね前に詰めて、広いところでガスを打ってやろうかな。アイテム拾いながら。あれは何なんだ、あれは何なんだ、飛んでるぞ。この辺だ。正式名称ヘイズ。このバックパックの警護ビーコンをね出して車両に乗ることによって、こうやってね移動しながらでも撃つことができると。ガスの攻撃ね全然痛くないんですよね、この車両だと。このヘイズたちは体力がないから簡単にやられて、しかもひるんでくれるからね。であと密集するじゃないですか、だからアイテムもね回収しやすいと。一石二鳥ですね。まるで海のようなガスだ。空を泳ぐかのように飛ぶんだなヘイズ。いいダメージ出てる。5万。やられるときねこうイカ墨を吐くんですよ。だから目視だとね全然狙えないんですけど、こういうオートビーコンがねあるといいですね。範囲攻撃だったり、だから他の役職だとねここどうやってクリアするんだろうって思います。まさかのエアレイダーがここで刺さるとはね。じゃあ大体倒したからアイテム拾っていこうか。
仲間意外にね、体力ありますね。生きてる普通に。どんだけあるんだろう、アーマー。よろしく頼む。7,000-8,000ぐらいあるな。あ、まだだな。で、この腐食ガスね、なるべく溜まってから行った方がいいですね。一応安全のために。でもアイテムを回収してる間にだいたい溜まると思うんで。よく生きてたな。ここがね、第一ウェーブですね。もうここまででアイテム取りに来ることないと思うんで、アイテム取っていこう。こっちだ、急げ。はいよ。もうちょいだな。もうちょいで止まるな。守りたい相手が前方にイプシロンがいる。力を借りよう。こっからですわ。絶対に生き延びるぞ。デスパレードが一番輝くステージなんじゃないか、ここは。来たね。来たね、いっぱい。いっぱい来たね。で、この真ん中に撃ってやろう。いけ、デスパレード。これがね、超強い。自分もガスの中にいることによって、自分の周りに集まって、イカは勝手にやられていくと。マジで何も見えねえ。あの、何も見えないけど、この広範囲攻撃がね、最高ですよね。わけがわかんない。あの、味方のね、言葉でもね、なんかヒント言ってくれてるんですよね。普通に戦っちゃダメだとか。いやー、これ本当見えんな。イプシロンの位置まで下がれ。で、車両がね、あの、耐久値がなくなってきたなってなったら一瞬降りてね、もう養成できるようになってるんで、一応養成しとこう。アーマー200だとね、ちょっと危ないんで。でも車両に乗りながら回復アイテムとかね、拾うこともできるんで。オッケーオッケー。味方の体力めっちゃあるな。赤い煙がなくなったら多分もう切れたんで、ですぐね、次のデスパレード、これを撃ってあげよう。危ない。いやー、すごいな。デスパレードも、あの、2種類レベルの違う装備をね、持ってこれば、あの、装備可能なんで、同じレベルのね、同盟武器は持ってこれないんですよ、本作は。よし、全員倒したね。じゃあアイテムを回収していきますか、次の場所へ。ガスの範囲ね、すごい広いんでね、あくまでソロ用ですね、これは。で、他の役職も画面分割プレイで 2P 使用で他の陛下をね、使用すれば入手することもできます。コントローラー一つでもね、やることが可能なので。画面分割のやり方はね、以前の動画で紹介してるので。これで回収かな。ちょっと煙出てるね。新しく出した車両、そっちにね、乗り換えますか。あー、まだ武器あるな。いきなりね、インフェルノ始めてもね、ここでね、多分稼ぐぐらいいけるんじゃないか。あー、でもデスパレードのレベル高いのがね、多分ないと思うんで、まあ、ミッション97の方がいいか、最初は。そして最終地点いきます。アーマーがね、低いとね、ちょっと怖いですけどね。お、ここだね。なんかイカがいる。こっちだ、急げ。振り切ったか。よし、イプシロンと合流しろ。最終地点到着です。じゃあデスパレードガス、これが溜まるまで少し待とう。 OK、 溜まった。デスパードガスか。で、味方と合流して、
ここからねすごい大群で来るんですよ。みんな気合が入ってるわ。人類の切り札だ。先進科学圏の協力で完成した構成の機。どの辺にいようかな。この辺かな。敵船が通過します。この広いところ、ビルに隠れない広いところ。飛行生物が出てきます。いや来るぞ、敵が来るぞ。やべえな、全方位を警戒しろ。ほんと数が多すぎてカオスなんだよな。撃て、行けデスパートガス。貴様の武器、これが最強だ。視界を奪われるぞ。倒す位置に。人類の英知、デスパードガス、最高。これを撃つだけでもう、もうね、イカごときには負けねえ。これめちゃくちゃいいですよね。多分マルチでやるんだったらエアレイダーの方がいいのかなって思っちゃいますね。でこの車両にねうまいこと乗らないと絶対やばいからな、ダメージがあって。いいぞいいぞいいぞ、敵の姿が何も見えないけどいいぞ。マップで把握だ。おアイテム大量、アイテム大量ですわ。ミッション 40.5、あっちもね、稼ぎとしてね有名なんですけど、僕的にこっちがね結構いいんじゃないかなと思いますね。攻略時間も短いしアイテムも取るし、でガスが切れたんで次も音。あーでもここね、あの武器レベル91までしか出ないんでね、そこですね。完全最強武器が手に入るかって言われたらね。いやーマジで見えないな。イカスミ食べたくなる。なんでイカスミってあんなうまいんだろう。いけー、アイテム回収。もう銃撃っても当たんねえわ。で霧の中で一応ビークルも出していこう。味方の悲鳴しか聞こえんのだが、これでも車両がなくなったらもう罪ですね。ここも、おラスト2体、あとアイテム回収しよう、時間がないわ。見てくださいよこれ、大量じゃないですかアイテム。しかも回収も楽っていう。今でね賞味10分ぐらいじゃないですか、クリア。敵の新型船はデータにないエイリアンを降下させています。あ、うまいうまいうまい。なんだと。いや、正確にはなんだと気合い入って。エイリアンは降下せず、そのまま浮遊し続けています。あ、このプロメテウス、このマシンの近くでねガス打ってあげるといい感じかもしれないですね。おっしゃクリア。とまあこんな感じで簡単にね攻略することができるので、よければどうでしょうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。よければいいねとチャンネル登録お願いします。お疲れ様でした。